他には何か覚えてないかな。服とか背丈とか。人気キャラクターマロミで知られるデザイナー三井月子さんを襲った通り魔事件。小さかった。面とかどこに。パンズボンに野球帽だったんだって。バットを振り下ろすときニヤッと笑うんだって。世間じゃバット少年がどうしたこうした言ってますけど、私にはどうも。時々自分がどこにいるのかすら分からなくなる。私は誰、ここはどこ、私の居場所。学校に行く時間を。やめろやめろ。違うんだ。もうダメだ。あなたは偽物なんて。誰か海を止めてくれ。大丈夫、月ちゃんは悪くないよ。悪いのは